stop me, stop me. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. お願いします。お願いします。おめでとうございます、勝利。ありがとうございます。対峙してみての野瀬選手の印象を聞きたいな。今まで向き合った中で一番なんかこう、本当に悔いに来てるな、みたいな。目を感じましたね。もう落ち着いてて、いろいろ準備も整ってて、もうあとはやるだけだっていう、なんか純粋な目と呼吸とかそういうものからは感じましたね。まあ、勝負しに来てるっていうのね。そうですね、はい。なんでテイクダウンいかなかったの？打撃でいける、対峙していけると思ったのかなと思っちゃって。対峙して、そうですね、打撃で、まあ、いけると思ったのもあるんですけど、うん、まあ大まかなプランとしてはなんかプラン A で、うん、打撃でこうフェイントかけて散らして、うん、フィニッシュに持っていくみたいなプランが王道であったので、それがそのまま焦って先走った部分もあったんですけど、大きな流れとしてはまあ試合としては OK だったんですけど、細かいところでこう打撃でいける、もう畳みかけていいっていうラインが僕の中ちょっと甘すぎて、まだ行っちゃいけないのにフィニッシュにもまとめに行ったみたいな、そういうところがあって、そこで一個被弾したんで、本当に効いてるのかどうかの見極めをなんかこうフェイント入れるなりして確認するみたいなクッション一個置けたら、もっと成熟してくるのかな。2戦目でやっぱちょっと違うなみたいなのある？海外の試合ですか、うん、いやもう一緒ですかね。やっぱでもちょっと広い、ケージが広いなって最初の時は思ったんですけど、でもまあそこももう頭に入ってたんで、今回はちょっと狭いなって形状思ったぐらいで、まだしかもそうなんです、お客さん入れてっていうのでやってないんで分かんないですけど、まあ一緒ですかね、試合出る上では。もう次の相手は決まってるわけでしょ？そうですね、はい、風間くんです。風間くんの相手誰だったっけ、もともと欠場しちゃったやつ。キムミユ。あ、キムミユだ。一番なんか、なんかまあ、俺は怖いな、トーナメントでと思ってた。このトーナメントの、うん、はい、8人の中の本命だったし、でもやっぱホテルが一緒なわけですよ、現地の。うん、3日前ぐらいから、もうエレベーターとかもうこんなになってて、一人で。僕とかはもう結構体重軽いんで、朝ごはんいっぱい食べて、うん、よっしゃ、朝。午前で頑張ろうと思ってた君はもうコーヒー持ってもこんなんなってて、案の定計量終わった時に君が 1.5 キロオーバー、無理なあの階級設定する人多いらしいですね、うん、だからやっぱでかいよね、試合になると。でかいですね、うん、フライの子が韓国の選手が多分僕とナチュラル 1,2 キロしか変わんない。決勝もまた日本人対決、はい、そうですね、うん、海外勢とやりたいかったなっていうのはあるんですけど、うん、まあでもね、韓国でキム・ミユとやるよりはそれはね、良かったかなとは思うんですね。でもまだ無観客なんで、決勝だから楽しみですね。決勝は多分お客さん入ってやるんで、けどやっぱ風間くんもすげえ殺気のある選手だし、うん、プランはそんなに大きく変わることはないですけど、逆に打撃で押し切りやすいんじゃない、次の方がって。でもやっぱフィジカル強いと思いますし、決勝の自信は、決勝自信、はい、もちろんあります。話戻るんだけど、今回、はい、勝負の分かれ目はどこだったと思う？プレッシャーをやっぱかけ続けれたことなんですかね。でも俺はここら辺でもうタックル1個見せるかなと思ってて、そっちの方が有利に進めれるんじゃないかなって俺は思ってたからさ、いつ行くのかな、行くのかな、行くのかな、あ、行かなかったみたいな、はい、ここはちょっと良くなかった、まっすぐ下がりすぎたのがあって良くなかったんですけど、あ、見える見えると思って、あ、常に、あ、見えるからすげえここで戦ってて心地いいなっていう。今見たらさ、ここの時はさ、荒く打ってないというか、はい、ワイルドに打ってないんだけどさ、はい、コツコツ打ってて、一回組んでからのパンチがもうめちゃめちゃワイルドに、あの、そうっすね、この後がバックついて、そう、大丈夫だなと思ってか
打撃がもう結構ワイルドに打ち始めてて、試合中にちょっと大丈夫だなと思って自信ついたのかなっていう。そうですね、うん、自信、試合やりながら自信、こう余裕が持てたかな、ね、どっちかっていうと、はい、余裕が出てきて、いざ迎え合ったらここも見誤ったんですよ。だから目がまだ生きてるんですけど、うん、もう畳みかけていいかなと思ってここでボディ浮くんですね。でここで、あ、こう今のか、はい、今の肘だあれで、ここでも見えてるんで、うん、来いって感じなんですけど、フェイントかけていく。組は確かにもう今見るともう安心そうだね。ここはここで一個安心をしたもん。そうですね、あ、まあ別に組まれても大丈夫だなみたいな。なんでさあんな余裕でお家耐えれたの。立ち方とここの操作なんですかね。まあなんかこれで多分野瀬くんも、あ、投げれないのは分かったと思う。いや投げれないだろう。なんかちょっと厳しそうだもんね。もう結構盤石だもんね、組入れたら、はい、あの今の左は効いたね。あ、効いたっすね。だからやっぱゾーンに入りすぎてるんで、うん、こう審判に吹っ飛ばされたのも気づいたこと。吹っ飛んでる途中は野瀬くんがなんかすごい攻撃をしてきたもう冷静じゃなかったその相手に集中しきるやっべ、なんだこれと思って、でこう回った時にそういや審判に押された、うん、ちょっとタイムラグあったんだよそこ。そうそう、自分的にはもう完勝、まあ、まあ見てても完勝だし。そうですね、うん、でもまあ完全に勝ったっていうには組も味わって組も伏せてみたかったみたいなのもあるんですけど、まあだからなんかうまいこと向こうの土俵に行かずに勝てたって感じですかね。次戦、風間選手大体韓国大会で決まりということで。そうですね、ファンに向けて一言がいいかな。風間選手も寝技のフィニッシュ率が高くて危険な選手 でなおかつ今までの選手で一番こう多分殺気を持って自分にぶつかってくると思うんで、うん、今怖いですけどその怖さがなくなるぐらいまでしっかり練習して仕上げて、うん、本当に韓国大爆発させるような試合したいんで、日本の皆さんUFC ファイトパスかアベマ TV で見れると思うんで、あの激闘をぜひ見届けてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。